ビビビビ。はいはいはい。それはどのキャラ使うの？多分ランクアップしたの。あ、そうなんだ。いいよ、金属。いいよ。いいよ。まあどうなんだろうね。まあ持ち戦はとりあえずやるしかないけどね。まあ置き攻めが通るか通らないかっていう、ゲームかな。あとは近づく、近づくまでと置き攻めをどうするかっていう、まあその新しい対戦論の面白いポイントを、その重要なポイントを上げるとすれば、見てて分かりやすいからな。そう、近づくまでにどれだけフェイロンがダメージを奪われないようにできるかっていうのと、あとは画面端とかでの置き攻めかな。どっちだこれ。まあ、あとダルシム側としてはそのカタストの置き攻めと、まあ、インフェルノをどう決めるかっていうところだよね。まあ、レックに対する対処とか、はいはいはい、まあ、俺はあんまりレック打たないからね。そうだね、楽しみですな。まあ、フェイロン・ダルスも結構見てて楽しい。ダルシムがそんなに面白くないんじゃないかなと思って。いやでもダルシム使い的にはさ、あれなんじゃない、キッチンのダルシム使いだったら面白いと思うんだ。キッチンのダルシム使いだったらね、一応ポイントがあるから。あ、そう、多分その弾がやっぱこっちきついから、はいはいはい、打たれちゃうとね。そうそう、打たれちゃうとね、弾が安定な距離が結構多いんで、その EX レックを動いちゃうとね。EX テックはもうウルコン溜まってたら打てないんだよ。あー、そっか。見てからウルコンとか打たれるとめちゃくちゃ痛いし、離れるし、もうその体力リードを取り戻せる気がしないから。っていうのが一応ね、あるし。だから俺はまああんまり EX テック打たないで。まあ、あんまりにも読めたらいいですけど。見てからは、見てからは距離限。なるほどね。そう、最近ね、まあ、ブラウンカに変えまして、はい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 。でブラウンカで、まあ、オンゴッツの予選とかやったんだけど、うん、でそれで俺もう一段階ちょっと上の男になろうと思って、はい、HP ブラウンカをね、はいはいはい、入れたんですよ。もうあるの？どうなの？あれは持ってくの大変だったな。そう、あれ大変。ケイスケさんに頼んで、その俺の家まで運んでもらったの。やばかったね。そう、あれはケイスケさんと金デブで、金デブと俺で3人でやったんだけど、そう、俺ん家にね、階段があるんだけど、そう、階段どんぐらい、なんだから、俺は腰に爆弾かかったから、そう無理だっつって結局俺もね、あの手伝うことになって、ね、負傷しましたからね俺。ケイスケさんがなんか持ってて、うん、じゃあ行きますよって言って、みんなでも、ね、せーのって持ち上げた時にケイスケさんが無理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 やばいやばい、この体勢やばい、この体勢やばい爆弾があって、あるからな。そうそう、重すぎるよあれ。あれやばかったですよ、マジで。80キロぐらいあるんだって。32インチだから、マジその後手に力入らなくて、マジ風呂入ってシャンプーできなかったですからね、結構。じゃあ本当にね、手に力が入らなくて、ね、手に力が入らなすぎて、あの遅延があるかどうか確かめられなかった。そう HD ブラウン管ってちょっとある、ない、遅延があるっていう噂があって、あ、うん、でもそれ、その中でも多分ないんじゃないかっていう噂される、はいはいはい、一応機種を買ったんだけど、まあ1万円で安かったから、うん、買ったんだけど、でもね、あの手が疲れすぎてて、その体全体がそのラグってる状態だから、はいはいはい、ラグってる状態、ブランカみたいがラグってるかどうか分かんなかったから、どうしようと思って、どうなのそれ、翌日やったんだけど、どうやらね、ちょっと歩っぽいんだよね、マジか、うん、HD ブランカちょっと歩っぽい、俺もありがとう、確かめてくれて、あれでも、あっても1フレ、おそらく、ちょっと違和感を感じるから、でも実際、本当に分かんなくて、あ、結局、そういう結論出した、おそらくあるんじゃねえかぐらい。でも違和感を感じてるから、あるかどうか分かんないんだけど、違和感を感じてるから、じゃあ28インチの普通のブランカにしてやろうって。マジかっていう感じだな。まあでも俺はあのブランカはあんまおすすめできないから、場所取るから。でかいでかすぎる、あれでかいよね、あれやばい。で 俺の部屋って正直言ってなんもないじゃないですか、はいはい、だから正直言ってゲームしかやんないから、ゲームしかっていうか、その格ゲーしかやんないから、分かんない、いいですよあれで、はいはいはい、もう今どでかいブランカが2台置いてあるから、でブランカ安いし、今ちょうどね、あれだよね、買い替え時なんじゃないですか、みんな、
デジタル放送機構もうだいぶ移行してるんじゃない、みんな。そう、今ね、そのテレビとかでも、液晶テレビとかでも、そのゲームの方に目を向けて、できる限りその画像処理を行わないで、その要は画像処理汚くてもいいやっていう、画像処理を行うとどうしても俺結構調べたんですよ、はいはいはい、遅延に関して。で画像処理を行うとどうしても遅延ができてしまうらしいの、画像処理をしてる時間があるから。でもだからまあ綺麗になるんだけどその代わりみたいな。でも最近の出てる液晶テレビってそこら辺対応してゲームは結構重要だよねみたいな感じで、極力遅延の少ないような1フレとか、うん、2フレとか範囲の遅延になってるわけですね。おー、なんかこれ、あ、かくってなかったもん。でも高いんですよ、一番かなり調べたよ ね、 ね、もう相当なんかネットで調べてたからね。遅延調べるの楽しいとか言って超面白かった、遅延調べる。もう遅延があるとかないとかじゃなくて、もうそれを調べるのが楽しい。調べるのが一番面白かった。結果どうでもよくなっちゃって。でも結果あもうあるって分かっちゃったから、その あるって分かっちゃったっていうか違和感感じるからもういいやもういいやっぱあるのか。飽きたとかじゃなくて結論が多分出てるからもうあれ間に合わん。このタグってあれじゃん、やってる場合じゃない、これ売るよ、これ売るよじゃない、売るよタン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 。でも若いんよね、売るよはいくつだっけ。俺の確か3つ下ぐらいだったな。そんな若いんか。じゃあ今年 3 ぐらいだったはず。あ、お本場が出てきた、本場が。お、さくら、お、さくら戦とか竜とかどうなの、波動で押せるイメージがあるけど、まあ、その代わりちょっと対空が安定しなさそうなの。確かに一回勝利で釣られちゃうと結構痛いっぽいからね。あれ完全な釣り技だよな、あれマジやばいね。そう、釣るためにある技だね、あれ。でしかもさ、さくらの飛びが強いんだよね。あ、強いね、うん、強い。あれどっちか分かんなくね、あのなんか分からん、特に投げから。竜はどうなんだろう、わかりやすいのかな。一応横幅がそんなないから、攻撃はちょっと横幅実はあるの。あーそうなんだ、そうそうそう、よくわかんないですよ、よくわかんないですよね。攻撃は上から来られたらとりあえずね、足裏打つときみたいな。なんかフランスから時々に応援コメントが書いてあるらしいよ。え、マジか、どれだかわかんない。どこや、ここやってね。時度フランスはあなたを愛しますって。フランスはあなたを愛します。別のとこじゃ愛されてないみたいな。フランスだけは、フランスだけは、フランスだけはお前のこと愛すからな。逆を言えばそんなことねえか。誰なんだろうな。誰だかちょっと気になっちゃって。ああなるほどね。さくらな、スト4の頃は相模大番最初すげえ良かったんだよ。あ、そうなんだ。今強いよな。今ね、めっちゃ強い。落ちないもんねえんじゃねえかってぐらい強い。で発展も早いし。おお、ちょっとでも勝てよな、さくら。勝った。おお。割とね、道着はね、結構いける、いけるっぽいよね、道着。いける。うん、いけそうだな。結局波動で落とそうな気がする。あ、道着やったことない。ケイスさん、あと、はい。お、200で。やばいやばいやばい。お、やばい。前人未到。これそろそろ俺終了した方がいいっすね、これ。前人未到意味まずいよ、俺は。前人未到の5000。直前で変わりますか、そろそろ。あ、そろそろ俺の合計いってく。あ、そろそろ俺の合計、合計、魔合計、魔合計、育児ですけどね、魔合計。あ、ガッキーさん、あ、これガッキーさん。前人未到って言ってんの適当すぎるんじゃないかな、今のケイスケさんしかあの適応者がいない。俺の世界でね、そうそう、前人未到。前人未到の、合計でも最近全然やってねえな。見ないね。あ、もう最近はもうサブキャラ使うとしたらもうバイソンだから。ああそうか、そうそうそう。バイソンはやってる。いやもうオンゴットがあるからですよね、超抑え気味。
知り合い相手にちょっとやるぐらい。まあね、集中した方がいいと思いますよ。バイなんかね、そういう時に限ってバイソンちょっとやりたくなってくるんだよ。ああ、わかる。でも、一応その自分を抑える。っていうね。お、もう。マコさん禁煙しないね。するよ。タバコ値上がりしました、ね。まだ一応カートンが残ってるんでね。あれなんです。孫のタバコっていくらなんだ。440円。440円に上がったらいいよ、ね。だって毎線410円でしょ。あれ何なんでしょうね。俺のはですね、セブンターメンソール売ってるんですけど、まあ、これ440円になります、ね。まあ、まだ買ってないんで、うん、まあ、うろ覚えですけど、確か440円だったはず。これワンカードしか買ってないんですよ。やっちゃったな。俺もツーカードしか買ってない。すげえバカだなって思った。もっと買っといた方が、ね、ね、黒人すごいいっぱい買ってる。え、何カード買ったの？30カードぐらい。30カード30カードで9000でしょ。あ、9000で9万円だ。売ってくれるんですかね。いや、なんかあのいろんな店で買えるでしょ。あー、そっか。9000なわけで9万円。でもまあお得ですもんね。そうだね。9万円でいくら得するんだ。100円だから。100、え、400?410円じゃない。410円に上がるんだ。110円の30か、うん、300個だから300個。3万3000円得する。おお、かなりすげえな。賞味期限切れちゃったらバカですわ。賞味期限切れちゃうとね、味がすごい落ちるっぽいね。へえ、捨てちゃうらしいですね。そうそう、そのタバコの葉っぱのところにちょっと水分があるから、その水分が飛んじゃってとか、確かそんなんだった気がする。タバコだな。禁煙でしょう。もうここまで来たら、あんた方。あの難しいですね。俺も禁煙する禁煙する言っといても、なんか俺やめないような気がする。する手で、まあ、する手で、する手で、こっち言うんです。日本語って便利ですね。するとは言わない。する手で、するとは言わない。する手だよ。するする詐欺。時戸はタバコ吸わないもんね。すいませんね。おお、いけんだ。タバコはだってね、なんだろうな、やっぱうまいんでしょ。いや、でもうまいとかじゃなくて、いや、俺はうまいっす。俺は完全にうまいっす。いや、なんかこの感覚がうまいって思うのかってよくないんだよね。もうあれよ、飯食った後とか、あのやっぱジロー行った後とかね。ジロー今日ジロー、あ、間違えた、しました。もう今日ジロー、キンデブと時戸が行ったんだけど、俺はもう2時間前にご飯食べ